どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さん、ポップアップショップのお知らせでーす。はい、Gラボのポップアップショップというのはですね、まあ Gラボウクレレのこういろんなラインナップがあるんですけど、このウクレレをですね、実際に皆さんにこうご体感していただいてですね、実際弾いてみないとわかんないですね、こういうのって。で、まあできる限りいろいろなところに行こうということで、日本全国つつうらうら、Gラボの精鋭スタッフヨッシーとアッキーが、軽トラに山盛りにしてですね、全国各地で開催しているんですけど、次回の開催が決定しました。次回はどこでやるかというと、石川県です。ガズレレ G ラボポップアップ初めての北陸地方ということでございます。どこでやるかというと、イオンモール河北というところのにある島村楽器店さんの一角をお借りして、ポップアップショップ開催です。初の北陸ということですからね。さあ、それがいつ行われるかというと、8月の11、12、13のこれ3連休になってます。8月11日は祝日なんですね。あと12日は土曜日、13日は日曜日ということで、この真夏のもうお盆の3連休にですね、北陸の方に行かれる方、また帰省される方、もちろんね、お住まいの方はもちろんですけれどもですね、石川県にありますイオンモール河北、ぜひ皆さんお越しくださいませ。はい、そこにはね、Gラボウクレレのフルラインナップの展示と、あとね、いろんなね、そこでしかゲットできないね、一点物のね、いい商品もたくさんあります。あとは弦だとか小物も、取り揃えておりましてですね、なんか聞きたいことや困ったことがあったら、ヨッシーとアッキーがもう優しく丁寧にもお答えいたしますんで、で、気軽にですね、やっぱり触って弾いてもらいたいです。あのね、やっぱり体験してもらうのがこのポップアップのね、一個のめちゃくちゃ大きい要素になってますんで、買わなくてもいいんで、ぜひこうなんていうのかな、こう抱えてもらって、薄レレだったらどんな感じかな、ブラックビューティー、これ今ブラックビューティーですけど、ブラックビューティーウクレレってどんなかなみたいな感じでこうやっていただくと。そして今回のこのイオンモール河北で行われるポップアップのいろんなこと、細かいこととか、伝えたいことなんかね、たくさんあるんですよ。それをですね、 Gラボの YouTube チャンネルで、随時公開していきます。Gラボの YouTube チャンネルっていうのはこれあるんですね。はい。まだ知らないよという方は、ここにちょっとリンクとか概要欄にも貼っとくんで見ていただきたいんです。もう第1弾の動画、アッキーとヨッシーが面白い。なんかね、北陸といったら食べ物がやっぱ美味しいからね。この動画めちゃくちゃ面白い。アッキーとヨッシーさんがですね、なんかやはり食べ物の話で盛り上がってて、僕もそれを見ていたらですね、なんか美味しい、日本海のね、美味しいもの食べたくなっちゃったなみたいな感じで、そんなのもいいかなと思うんですけど、はい。この動画ではね、青山さんもちょっと登場してもらって、女性のね、目線からのこのポップアップの楽しみ方みたいなのをご紹介あると思いますので、こっちの方もぜひフォローしておいてください。こちら僕がね、説明するより、現地に本当に行くアッキーとヨッシーと G ラボチームの発信の方がですね、よりリアリティがあると思いますので、ぜひ皆さんこっちのね、G ラボ YouTube チャンネルの方のフォローもですね、していただけると、今後もいろんな情報もね、ゲットできると思いますので、よろしくお願いします。さあ、そういうわけで、今回のポップアップもう一回整理しておきましょう。2023年の8月11、12、13の3連休に、石川県にありますイオンモール河北の島村楽器店さんの一角をお借りして G ラボポップアップ開催でございます。すべてのラインナップの思想といろんな質問にも答えるし、いろんなグッズも山盛りで皆さんをお待ちしております。真夏お盆手前なんですけど、はい、ぜひ皆さんお越しくださいませ。はい、よろしくお願いします。バイバイ。